どうも田中工務店です。登録されていない方は登録してくださいね。今日は暑さが落ち着いて、とにかく涼しくて過ごしやすいです。セミもまだ頑張って鳴いてるね。本当に今年は暑かった。6月頃からずっとだったもんね。今日は久々にジャンプ買って電車で呪術読んでたけど、次週悲劇的なエンドを迎える妄想をしながらじんわりしてた。作者は北海道育ち、震災を経験したことを作品に反映してると思っている。私もあの震災がショックで今でも夢に見るんだけど、作者は何を訴えたいんだろうかと、地震と津波を呪いのようなものとして考えているのかなって思いながら読んでた。できれば夢落ちでした、みんな死んでましたっていうのではなく、ハッピーな終わり方を期待したい。この連載が終わったらそんなに読むものがなくなるな。旧作アニメを見たりしたいね。テレビ見なくなったし、この先何を楽しみにしたらいい。